が執筆し、文王元年7月16日に、時の最高権力者にして、先の執権、特僧である、北条時頼に提出した文書。日蓮が、文英6年に筆写したとされる本が、北家教授にあり、他にも、自家で詩などによる写本が多数伝わる。さらに、新言密教批判などを加えた造法本が、本国寺にある。昇華年間以来、地震。 暴風雨、飢饉、薬病などの災害が相次いだ。当時鎌倉にいた日蓮は、前年に戦術した守護国家論に続けて、政治、宗教のあるべき姿を、当時の鎌倉幕府において事実上の最高権力者である、法上時折に提示するために、駿河国実装時にこもって執筆した。後にこの書を持参して、実際に時折に提出している。 日蓮は、本論で、相次ぐ災害の原因は、人々が消防である、妙法連里教を信じずに、浄土宗などの邪法を信じていることにあるとして、諸衆を非難。北ッ業以外にも、鎮黙国家の聖典とされた、金三脇最小王業なども引用しながら、このまま浄土宗などを放置すれば、災害や天変地異、天体運行の乱れなどが起き、国内では、内乱が起こり、 外国からは侵略を受けて滅ぶと唱え、邪州への伏せを止め、消防である、北家業を中心とすれば、国家も国民も安泰となると説いた。この内容はたちまち内外に伝わり、その内容に激行した浄土州の州都による日連襲撃事件を招いた上に、全州を信じていた時よりからも政治批判とみなされて、翌年には日連が伊豆国に流罪となった。 時より没後の文英五年には、モンゴル帝国から真珠を要求する国書が、届けられて現行に至り、国内では、時よりの意地である執権法上自習がイボアにとき、タスクを殺害し、朝廷では、五深草上皇と、亀山天皇が対立の様相を見せ始めるなど、内乱の兆しを思わせる事件が発生した。その後、公安元年に改定を行い、さらに二回、 立正暗国論を提出し、合わせて、生涯に三回の国家官業を行うことになる。後に写本された立正暗国論には、この書は、印ある文なりの文言と、さらに、未来またしかるべきかの文言を含む、奥書きが付され、法華行に背き続ける限り仏法の定理のまま、国土の三歳七々は収まらない、と説いた。本論で日蓮は、 国という字を、国、国の三字を使い分けた。国はラント、は、ネーション、国は、ステートの儀であろうとする説がある。ありがとうございます。